昔山寺の11月30日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、アジ自慢の時間がやってまいりました。はい、ミサヨです。はい、そして今日のパートナーははるかです。はるかさん、はい、はい、お願いいたします。はい、よろしくどうぞお願いします。はい、11月ももう今日終わりですね。今日 で、ね、では私たちのね、今この番組のですね、趣旨を改めてご紹介したいと思います。はい、東京にいまして、自分たち、私たち の生まれ育った故郷を応援しようという、ふるさとですね。はい、ふるさとですね。はい、東京からふるさとを応援しようという番組でございます。はい、で今日のですね、ゲストの方を、はい、はるかさんご紹介していただけますか。はいはい、今日また賑やかでしてね、はい、スタジオには、熊本のですね、銀座にあります熊本館の、はい、ここから渡辺さん、渡辺様、はい、はい、そして、はい、実は、はい、熊本県庁の方でですね、はい、スタンバイをしている女性が2人いらっしゃいまして、はい、森田様と早山様、はい、目の前になんかいいものがあります。あ、そうですね、はい、これもまた焼酎ですね。焼酎ですね、熊焼酎、はいはい、今日は熊焼酎ですね。はいはいはい、そ、はい、うしましたら今日は熊焼酎朝霧の花でまず乾杯しましょうか。はいはい、はいはい、これはこれは、はい、ありがとうございます。乾杯。はい、はい、この焼酎飲んだことあります？うん、当然ですよ。私熊本県民ですからね。はい、はい、あのですね、熊本県の南部熊間地方というところでこれ作ってるんですけどもね、はい、非常にあの、はい、深い味わいとですね、それからあの、はい、少々香りもありますし、はい、あのどっちかといったら少し甘めみたいな焼酎ですね。これ女性にじゃ好まれる焼酎ということですよね。しかもこのラベルにですね、はい、なでしこ、噛んでますね、なでしこ酵母って書いてますね。なでしこ、なでしこと言いますと、これは私はですね、うん、はい、花言葉だけ今ここにも書いてますけどね、はい、まあ、今年はなでしこの年でしたしね。そうでしたね。すごいこのタイムリーにまた美味しい焼酎を作ってくれたもんだなと思いますね。はい、花言葉はですね、はい、いつも愛して、はい、純粋な愛って書いてます。あら女性がとても好きそうなネーミングですよね。はい、このですね、朝霧の花とですね、もう一本こちらに焼酎をご用意してます。9代目ですね。このご紹介もですね、後ほどですね、渡辺さんの方から詳しくしていただこうと思います。はい、はい、まずですね、今現地の方にです、現地っていうのは熊本県の熊本県庁、県庁ですね、はい、はいはい、中山元子さん、はい、はい、NPO 法人ハーベストの中山元子さんがですね、陣取ってます。あ、お久しぶりですね。はい、あの方もそうですね、はい、はい、中山さんこんにちは。こんにちは。はい、なんかお元気そうで、はい、頑張っております。頑張っております。はい、今ですね、中山さんのですね、現在の取り組みやですね、熊本の動き、県事業か、事業会、紹介への導入などのですね、説明をちょっとしていただけますか。はい、私は、3ヶ月前まで東京におりまして、はい、東京の方で、はい、産直事業をやっておりましたけれども、はい、全国の、素晴らしい食材を料亭料理店に紹介するという事業だったんですが、はい、残念ながら、ちょっといろいろ事情がありまして熊本の方に帰りまして、はい、今、熊本と、都市を結ぶいろんな、はい、事業を、はい、やりたいと思いまして、この NPO 法人に賛同させていただきまして、はい、東京と、地方の農村を結ぶ、はいはい、活動ということで、はい、まあ、早く言えば社会貢献としてですね、はい、農地の方に行っていただいて、はい、畑とか農作業をやっていただいたり、はい、要するに畑とか畑等のオーナー制度なんかをですね、はい、していただいて、ぜひいろんな形で農村の活性化をですね、はい、していただければと思いまして、はい、そういった動きを今お手伝いしておるところです。はい、はい、今日ですね、熊本県民としてですね、私の前にですね、高田はるかさんがいらっしゃいます。はい、はいはい、高田さんもご存知ですよね。はい、そうですね、はい、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。熊本弁がまだ入ってませんね。いや、もうバリバリ熊本弁です。はい、皆さんにご挨拶をですね、熊本弁でちょっとしていただくと嬉しいです。こんにちは、ちょっと言われたらすぐ出ないですね、なんでか。今日は6日ですか。はい、今日は
タイギャヌッカです。あったかいってことヌッカって言うんですね、そうですそうです。はい、うれしい、まあ、面白いですね、はい、人間もぬくいですよ、はい、あ、人間もぬくいんですね、火の国ですからね、はい、はい、そしてですね、もう一方、はい、お隣にいらっしゃるかと思います、はいはい、熊本、はい、熊本ノートプロジェクトのですね、はい、お名前がですね、森田のり子様ですね、はい、ちょっとお電話、はい、よろしいでしょうか。もしもし、はじめまして。はじめまして。はい、森田さんですね。はい、そうです、はい、大変なプロジェクトをやられてるようで。はい、はい。で、農村漁村の方がですね、これ、はい、とても喜ぶんじゃないかと思います、はい、はい。で、熊本県のですね、取り組みについてですね、はい、説明していただけますか。はい、熊本県はですね、はい、美しい自然環境と、豊かな農林水産物に恵まれた県なんですけれども、はい、まあ、しかしながらですね、はい、高齢化とか、過疎化などでですね、はい、地域の環境が、まあ、以前のような、村の活動が困難になっている地域があるんですね、はい、そこで、県では、村と町を結んで、はい、双方が継続して連携し合える仕組みを作ることで、はい、農産漁村の元気づくりを支援していきたいと考えています。はい、はい、どこのですね、市町村でも本当に過疎化が進んでるんですけども、はい、まあ、熊本県はいち早くですね、そういう県の取り組みとして、はい、やってくださってるということで、はい、はい、全国共通の、ね、課題の一つですね。そうですよね、はい、はい、いろいろですね、大変かと思いますけども、私たちもですね、はい、東京からですね、応援をしていきたいと思っております。そしてですね、はい、後ほどですね、はい、今スタジオの方に県の職員の方でですね、渡辺文子さんがスタジオの方においでいただいております。後ほどまた食のフェアですとかですね、はい、もろもろをちょっと詳しくお聞きしていきたいと思っております。はい、はい、まだまだですね、いろんなことをお聞きしたいんですが、はい、スタジオの方とですね、渡辺さんとちょっとバトンタッチをしていただいてですね、はい、こちらの方でお話を進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ここでですね、一曲聴いていただきたいと思います。熊本県物産振興協会東京支部の流通開発主任の渡辺文子さんをお招きしております。はい、渡辺さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。現状の熊本館なんですね。はい、そうです。賑、はい、やかなところにまたね。ねえ、そうですよ ね、おしゃれなところに、はい、今ですね、食のフェアっていうのをやってらっしゃるようなんですが、はい、はい、詳しくご説明していただいてよろしいですか。はい、はい、食の名人フェアというフェアを、はい、ただいま、今やっておりまして、はい、12月の4日まで、12月の4日まで開催しております、はい、内容としましては、食の名人さんと呼ばれる熊本のふるさとの郷土料理をですね、はい、持ってらっしゃる名人さんなんです、はい、とても料理が上手な方々なんですが、はい、はい、県内にまあ285名ほどいらっしゃるんですね。で、皆さん農業も、はい、してるんですけども、でその方たちが今回先ほどご紹介があった熊焼酎に合うお料理っていうものを開発しまして、はい、コンテストをやって、優秀な商品をですね、今度この銀座熊本館の方に持ってきて、販売したり、バーガーを開催して、バーを、はい、遊びバーというバーを、がありますので、そちらの方 で、これね、この提供したりとかですね、遊びバーですね、はい、ね、はい、しております、はい、はい、で、先ほどですね、乾杯をしましたですね、この熊焼酎なんですが、はい、これですね、高田さんの親戚がなんか作ってるみたいなんですよ。はい、酒蔵の名字が一緒でしたね。一緒でしたね。ルーツは焼酎好きで一緒なのかもしれませんね。ね、はい、これがですね、なでしこ酵母を使ってるんですね。はい、そうなんです。はい、朝霧の花。ちょうど熊本県と、ね、鹿児島県、宮崎県 の境目って言いますかね、はい、県の境のあの辺なんですよね、盆地でね、あ、はい、米、いい米できるんですよ。だから当然水もいいし。あ、そうですか、はい、この朝霧の花に合う、焼酎に合うですね、お料理は
はい、今回出してます料理の中でですね、イノシシの旨煮という、イノシシが取れるんですよ。実は私のところにもイノシシ出るんですよ。あ、そうですね、でも食べてはいないですね。山の中に生活してると言ってましたからね。そうです。あ、美味しいですね、イノシシ。私も食べたことありますけどね、でもこれでも一般の方がこう、先ほどおっしゃっていました280名ぐらいの方が活躍されてるっていうことなんですが、はいはい、これは一般の方でんですね、はい、プロの方とかではないんですね、はい、一般の主婦の方、主婦ではなくて、まあ、農業者です。農業者、はい、そうですか、はい、ね、素朴な味がするんでしょうね、当然ね。そうですね。それと先ほどからお名前が出てます遊び場、はい、遊び場どう思います？遊び場って名前を聞いて、熊本サロン遊び場、まあ、熊本ですからね、この名称アソロの山を意識した名前なのかなと勝手にこう想像はしたんですけどね。渡辺さんどうなんですか？はい、その通りです。マークはレンコン使ってますね。そうです、からしレンコン、からしレンコンですね、これ、はい、あ、この下ですね、からしれんこんですね。あ、なるほどね。そうなんですよ。そうですね、はい、また銀座のいいところにちょっとお邪魔したいですね、これね。ね、ぜひ、はい、お邪魔したいですよね、はい、で先ほどからですね、食の名人フェアってご説明いただいたんですけども、これは熊焼酎を美味しくする料理を順次お酒、いろんなたくさんお酒があると思うんですけども、はい、で先ほど紹介いたしました朝霧の花をはじめですね、で今ここに9代目っていうのがあります。こういうこの作り手さんはどういう方なんですかね？宮本酒造さんという、またその熊地域というところにある、酒屋さんなんですけども、作ってるところなんですけども、まあ、朝霧の花はどちらかというと女性向きで、はい、減圧蒸留というちょっとですね、飲みやすい作り方をした焼酎なんですけども、はいはいはい、こちらの9代目の方は、蒸圧という昔ながらの、焼酎の作り方をした焼酎です。社長さんは9代目だからな。あ、ね、なるほど、あ、そうかもしれないですね、相良藩の9代目 の、はい、あ、の名前からなんか取ったみたいなんですけど、優秀あるところなんですね、男性向きのしっかりとした味わいです。あとでこれいただこうかな、はい、なでしこ朝霧の花、なでしこじゃなくて朝霧の花と、はい、この9代目、はい、この対照的だということですね。そうですね、そうですね、はい、うちの今ディレクターのですね、加藤さんがですね、はい、甘い焼酎が好きなんです。密かにやってる、密かに、やばいですね、やばい、やばいですね。このですね、熊焼酎を美味しくするお料理がですね、これが23日から、12月の3日土曜日、はい、今週いっぱいですね、はい、が、午後3時から8時まで、はい、これが遊びバーの中で、はい、飲めて食べれるということなんですね。はい、はい、遊びバーと高田さん、はい、行かなくちゃいけないですね。ですね、熊本の県民として、それはもうやっぱ義務ですね、これはね、義務ですよね。リスナーの中にも熊本県人、県がある方はこれは絶対行くべきでしょうね。行くべきですよね、はいはい、銀座ですから、銀座ですからね、はい、で食の名人が開発した食品の販売っていうのも、これは今度の日曜日12月の4日までなんですね、はいはい、これはどういうものがあるんでしょうか？ですね、さっき、ションションと言いまして、熊本弁なんですけども、はい、もろみなんですね。ションションというもろみなんですね。もろみのことですね。それに彩りのがちょっと、まあ、醤油の元となるのでちょっと黒っぽいので、うんうんうん、緑のピーマンとか、はい、赤の、彩りを加えた彩りションションという商品が、これは、はい、もろみそみたいな感じなんですね。そうです、はい、例えばきゅうりにつけて食べるとか、味噌だけでも美味しいですよね、味噌だけでも美味しいです、はい、あったかいご飯に上にちょっと乗せて、はい、熊本弁で大ギャーうまかって言うんですよ、大ギャーうまかって言うんです、大ギャーうまか、ちょっとアクセントがないですね、大ギャーうまかって言う、大ギャーうまか、気持ちを込めて、そうそうそう、鹿児島弁と全然違うもんですが、発音がねちょっと難しいですね、肥後の国ですよね、でこれこの他にもまだいろんなたくさんのものがあるんですよね、はい、例えば、うん、熊本県みかんがたくさん取れる産地ですので、はい、ポンポンだ、そうです、今かかってますね、はいはい、このテンポがいいやつね、これデコポン、デコポン、はい、あ、デコポン、はい、デコポンはちょっと、うん、
ないんですけども、うん、バンペイユというそれまたあの世界一大きな、うん、これ大きいですよ。人間の頭ぐらいのサイズ、ね、頭、人間の頭ぐらい、みかんなのに、あ、ボンタンみたいな、ボンタンか、鹿児島でいう分担、あの親戚なんですよね、多分親戚で、もっとまだまだ大きな、もっと大きいんですか、はい、で皮ももちろんたくさん取れますので、それを使ったボンタン漬け、ボンタン漬け、はい、そういった商品も、甘い商品もありますし、笑顔でポンポン、熊本デコポン下噛みそうですねやめていきましょうこれいつから販売になるんですか。デコポンの方はですね、ちょうど明日から、明日から解禁日、はい、明日が解禁日です。覚えやすいですね、1日からね、はい、熊本っていうと、あ、ほら今デコポンデコポンとも言ってるんですけども、はいはい、私はですね、荒尾梨、はいはいはい、荒尾梨、頭ぐらいの、ね、大きさのものをいただきまして、はい、天草、大王も大きいしね、ニワトリですけど ね、大王、大王ですよ、名前の通り天草地方、うんうん、7キロか8キロぐらいあるとか聞きましたけどね、うん、7キロから8キロ大きいニワトリが出るんですよね。ダチョウには負けますけどね。うわすごい、はい、何でも熊本って大きいんですよね。そうですね、はい、気候がやっぱり穏やかで、暖かいところなので、よく育つんでしょうね。大きいの好きなんです、うん、あ、大きいのが好きなんですね。お城もほら大きいし、あ、お城も大きいしね、そうですね、はい、でも熊本でも、もうこうやってお話を、阿蘇の山も大きいしね、阿蘇山も大きいし、世界中、阿蘇の山って大カルデラ、うん、カルデラね、うん、そうですよね。あそこはね、修学旅行でぐらいしか行ったことはないんですけども、うん、この前ですね、うん、はい、この前です、ほんの何年か前です、はい。でね、お馬さんがね、すごく、私馬大好きなんで、放牧、ね、放牧してるのを見ましたね。草原、うん、草千里だ、うんうん、草千里綺麗ですよ、あそこも本当に雄大で。はるかさん、はい、馬乗れますか。馬は乗せてもらいました、引いてもらいましたね、小学生に、昔モンゴルで。馬、渡辺さん、馬乗れます。私の苦手なこと言ってないな私は寝ないですね、食べるだけですね。馬刺しも有名なんですね、じゃあこの熊焼酎と一緒に馬刺しを、はい、やめられないね、レンコンと一緒に、また、あ、レンコン、からしレンコンと、あ、食べたくなりましたね。じゃあもう早速、あれはやっぱり焼酎なんですよね。はい、熊本っていうと、もう、完全に米なんですね、米焼酎なんですよね。多いですね、お米が多い、多いですってことは、選手もしっかりと酒蔵がありますからね、うん、熊本は。そうですか、はい、そうですか、ありますか、はい、じゃあ、渡辺さんはですね、もう一度リスナーの方にですね、ぜひ食のフェアのコマーシャルをしていただいて、一人でも多くの方が来ていただくように熊本弁でできましたらお願いできますか。はい、はい、どこまで熊本弁出るかわからないんですが、はい、12月の4日まで、食の名人フェアというフェアを銀座熊本館で開催しております。はい、熊本のふるさと料理を、はい、題材とした、はい、食品の販売をですね、はい、1階の熊本プラザというところで、はい、販売しておりますし、はい、2階の遊びバーというバーでは、はい、そのお料理をですね、はい、食べることができます。3品、はい、ございますので、はい、美味しい熊焼酎も待ってますので、はいはい、ぜひいらしてください、はい、ホームページの方でですね、はい、熊本館 .or.jp こちらで検索をぜひしていただいてですね、これ載ってましたよね、はい、確かね、はい、でまだまだお話を伺いたいんですが、ちょっともうお時間、残念ですね、はい、お時間になってしまいました、はい、またぜひですね、スタジオの方に来ていただいて、熊本のことをですね、いろいろ PR していただければと思っております。本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。